成婚計画にとってこの時代で最も脱構築されやすく、かつ最大の脅威ともいえる律者は断りの律者です。しかしウサギは自ら手を下す必要はありません。最初の段階でタイミングを見て成婚計画にあなたの弱点をバラすだけで十分です。では最後の藁になったのがケビンとの戦いなんですね。ええ、その戦いによってもともと不安定だった断りの律者の力がさらに消耗したのです。そして高次元に存在する成婚計画に侵食されバラバラになった。その後残った不動点が終焉によって滅ぼされたもう一つの小さな世界の泡に導入された結果、あなたたちは逆にここに囚われる羽目になりました。知っての通り、ウサギの成婚計画は夢と一般人の意識をつなげ、それをレンガにしてある種の虚構ずくめな文明の運び手を作り上げます。それは断りの律者の誕生と似ているような感じがしませんか？それはつまりベルト・ジョイス、彼は成婚計画が神のアダムを生み出すのなら、初代の断りの律者である彼は間違いなく人のアダムです。それについてよく知らないあなたが彼のことをそんな風に評価することに少し違和感がありますが、一つだけ確かに当たってることがあります。ベルリンの崩壊事件が発生するまでベルト・ジョイスと呼ばれる意識は地球上に存在しませんでした。ほぼ無から誕生したとも言える律者は、偶然とある犠牲者の精神の影響を受け、本能的に他の犠牲者の思想を集めるようになりました。そして思想が豊かになり、次第に彼の律者コアも完全体になっていきました。彼が何をしたのかは誰も知りません。しかしその数々の思想、都市の残響は救世主への呼びかけであり、崩壊に対する人々の最後の反抗だと誰もが知っています。そして廃墟から立ち上がったのがベルト・ジョイスという名の男です。足元にあるのは怪人のみだとはっきりと分かっていました。それでも彼は悔しかったんです。望まれた救世主になろうと彼は必死に心のかけらを拾っていきました。彼らの名も過去も知らずにいる。多分全ては意味のないことだと知っていたはずです。それでも彼は彼らの最後の誇りを必死に守り、やがてその誇りが奇跡へと変わりました。蝶が指先に止まり、彼がその羽を直す。世界の子供はこうして深い眠りについたんです。その頃は律者の力さえ目覚めていなかったのですね。はい、私たちの時代にとって紛れもない本物の奇跡だったんだと思います。でしたら人のアダム、この表現は合っているのですね。彼への敬意から見ればそうでしょう。しかし救世主もアダムも彼にとっては教義の比喩に過ぎません。短い人生の中で彼は様々な才能を持った人々と出会いました。そのことで自分の力の源は普通にあるのだとより確信したんです。自身はごく普通の世界の子供だと信じ、そんな気持ちを抱えながら自分を犠牲にし、暴君の手から周りの人々を守りました。自分の意識が消え去っても断りの律者の力は同じように普通の人々に受け継がれていくと信じてたんです。
救世主など必要ない。俺たち自身で自分たちを救う。救世主として生まれたのかもしれませんが、彼の信念は競技の救世主の概念を超えています。律者は崩壊の使徒ですが、人類の戦士になることもできます。悪魔でなければ天使でもない。全ての律者は単なる普通の人間にすぎません。説明ありがとうございます。この時代にとって断りの律者という名前が一体何を意味するのか、これで十分に理解することができました。しかし、もしいつか断りの律者を表す30万人の思想が世界を救う妨げとなってしまったら、三代目の断りの律者、あなたは何を選択しますか？世界を救う妨げ？ひどく辛い選択であることは理解しています。ですが、断りの律者の力は崩壊寸前で、成婚計画に制御されやすい。このことが私たちを阻んでいるのも事実です。30万人の思想は規模が大きく複雑かもしれませんが、70億人を包括する成婚計画から見れば、30万人分の無教を追加するに過ぎません。もちろん歴史を軽んじるつもりはありません。ただ私は断りの律者の力と同じ性質を持つ成婚計画に対抗するときに必ず向き合う苦境を説明しているだけです。皆さんをバラバラにしたり集めたりしたのも一種の試みですが、実際断りの律者の力はボロボロで、成婚計画の網の中でも下方に位置していました。プロメテウス、あなたの目的は他にあるんでしょう？ただそれを知らせたかったってわけじゃないのよね。私もそう思う。さっき計画があるとかなんとかって言ってたし。はい、律者コアに取り付けることで神の鍵を構築できる人工知能として、私はブローニャを助けることができます。ある程度律者コアの構築形式を変更できるのです。疑似ウッカとも言えるでしょう。別に専門用語ではありません。あなたの状況を考慮した造語にすぎません。疑似ウカですか？本物のウカとは比べ物になりませんが、こう理解してください。成婚計画がどんなアルゴリズムで30万人の思想に影響を与えるかを教えるだけです。もしそれが反撃の方向を示してくれるなら、力自体が強大かどうかは重要ではないのかもしれませんね。でも私たちはいろいろなことを話し合ってきましたが、ブローニャには未だに理解できないことが一つだけあります。プロメテウス、あなたはどんな立場で私たちを助けてくれてるんですか？何しろ前回別れた時はそういった成婚計画に対する見解を教えてはくれませんでしたから。前回会った時の自己紹介を覚えていますか？私は自分がペシミストだと語りました。当時のあなたたちが理解できない理念を話しても何の意味もありません。逆に混乱させてしまうかもしれませんし、それに先ほど言ったように、ここに現れなくてもあなたたちは自分の力で一歩一歩真実に近づけたでしょう。ブローニャちゃんへの質問の回答になっていないわ。ではこういった説明はどうでしょうか？私は自分なりの解釈でメイ博士の立場を引き継ぎました。ブローニャ、断りの律者のコアにとって成婚計画はある種のハッカーみたいなものです。コアの内部にある30万人の思想にハッキングすることで、それらの思想はおのずと自身の物語を失い、成婚計画の奴隷となります。成婚計画が一種の夢なら、手っ取り早くそれを取り戻したい場合、彼らを呼び覚ますのが一番です。もちろんメガホンを手にして意識のかけらの中を叫んで歩くわけではありません。あなたがすべきことは、
残された律者の力で成婚計画のコードを逆コンパイルし、さらに力を集中させてその一部を制圧する。この方法を使って一点突破さえできれば好き放題に暴れることができ、あなたたちを捕らえているこの虚構の網を破れます。なるほど、毒を持って毒を制すのですね。はい、当然このやり方にも相応の代価があります。そんなことをしても30万人の思想がダメージを受けないという保証はありません。彼らを再度集めようとしたら、逆にその一部を永遠に失ってしまうかもしれません。問題ありません。ブローニャはとっくに覚悟を決めています。断りの律者のコアが今まで受け継いできたもの、それは人類のために戦うという意志です。ただ自分勝手に存在することではありません。ジョイスさんはこの物語のプロローグで自分を犠牲にしました。それならブローニャのエピソードで歴史的価値のためにためらうわけにはいきません。安心しました。それなら問題ありませんね。ではあとは逆コンパイルをしてコードを模倣するだけです。ではブローニャ在地君、準備をしてください。これから私が独自に理解した全てのソースコードをお見せします。コードですか？成婚計画の源は遺伝子工学にあります。それにいわゆるコードとは人類が掌握できる最強の女児道具です。